隊長さん、いますか？私ですけど。はーい、サテン・ルイコ入りますね。実は隊長さんにお願いがあって、私に名時間のお手伝いをさせてほしいんです。ほら、私ってこの世界に来てから名時間のお世話になってばかりじゃないですか。だから何か恩返しがしたいなって思って。気持ちは嬉しいんですけど、私としては手伝ってる方が気兼ねせずこっちにいられるというか、ついでにあの件も頼みやすいですし。わかりましたか、サテンさん。面白がって危ないこととかに首を突っ込んじゃダメですからね。もう心配性だな。そんなことしないって。それと、もし女の子とかがいてもスカートめくったりしちゃダメですからね。安心なさいな。そんなことするのウイハルにだけだよ。嬉しくないです。はあ、ジャッジメントの仕事がなければ私もサテンさんと一緒に行けるのに。そう言いつつサボらないんだから。ウイハルは真面目だよね。学園都市の日常を守るためには当然です。よし、そんないい子のウイハルちゃんにはとってもいいお土産持ってきちゃうよ。とってもいいお土産。ふっふっふ、それは後でのお楽しみ。期待しながら待ちたまえ。ウイハル喜ぶだろうな。いえいえ、何でもありませんよ。いや、あるか。隊長さんにはどうせ後で頼むんだし。いえ、しっかりやることやってから頼みますから。だから今は気にしない方向で。もちろんです。こちらからもお願いします。町の見回りとか、マガツキ大使の手伝いとかしなくていいんですか？その、一応私、戦えるみたいだし。そうですけど。まあ、私が戦っても邪魔になりそうだし、その方がいいですよね、やっぱ。わかりました。ありがとうございます。それじゃあ明日から店番の方を手伝わせてもらいますね。あ、他にも手伝ってほしいことがあったら遠慮なく言ってくださいね。何でもとは言わないけど手伝うんで。それじゃあ失礼しました。明治館へ。4名様ですね。では席にご案内します。こちらにどうぞ。あ、おばあちゃん、その荷物重そうですね。席までお持ちしますよ。もしかして注文に迷ってますか？それならこのお菓子が美味しくておすすめですよ。いらっしゃいませ。ひょっとしてお昼ご飯ですか？いや、大したことないですよ。接客もファミレスの店員さんを真似てるだけですし。あー、そっか、こっちじゃないですもんね。
こういうお茶とかご飯とか食べられるところですよ。あ、本当だ。隊長さん、忙しくなりそうですし、注文があるならお早めにお願いします。え、お昼食べなくて大丈夫ですか？わかりました。よし、やるぞ。ありがとうございました。またのご来店を。やっと終わった。疲れた。はい、でも楽しかったです。こういう仕事に向いてるのかも、私。ああ、隊長さん、ちょっとお店の写真撮ってもいいですか？ああ、大丈夫ですよ。写真ならこれで私が撮りますから。はい、こんな感じでパシャパシャっと。しかも撮った写真はその場で見られるんですよ。写真ならこの中ですよ。わあ、ダメですよ。人の携帯を勝手に覗き込んじゃ。そういうものなんです。特に乙女の携帯はいろいろ入ってますからね。わかればよろしい。と、これがさっき撮った写真ですよ。こうやってこっちの世界の写真を撮ってるんです。ウイハルに見せてあげたくって。はい、本当は今回一緒にこっちの世界に来る予定だったんですけどね。あの子忙しくて来れないって言うから、せめて旅行気分を味わってもらおうと思って。それでですね、この前言い損ねた頼み事なんですけど、隊長さんに街を案内してほしいんです。できれば名所とか。私だけだと写真を撮って回ろうにもどこを回ればいいのかわからないので。本当ですか？ありがとうございます。それじゃあ、私明日非番だし、お昼くらいにお願いします。わかりました。楽しみにしてますね、隊長さん。お待たせしました、隊長さん。今日は案内よろしくお願いしますね。そんなに名所がたくさんあるんですか？それなら隊長さんが好きなところでいいですよ。それかよく行くところとか。ここは甘味どころですよね。なるほど。でも甘味なら明治館にもありますよね。どうしてわざわざご褒美に他のお店？へえ、日々勉強って感じなんですね。本当ですか？それじゃあ、あんみつとお団子、それとおまんじゅうを一つ。隊長さん、知らないんですか？女の子は甘いものを無限に食べられるんですよ。わっ、おいしそう。それにかわいい。そうだ、食べる前に1枚取っておこうっと。そう
ですよ。そして友達に写真を見せて、お店でこんなお菓子を食べたって共有するんです。よし、それじゃ写真も撮れたし、いただきまーす。あ？ねえ、あの噂知ってる？この近くにある一軒家の前に出るらしいわよ。聞いた聞いた、見つめる女よね。夜になると出てくるんだとか。そうそう、襲ってくるわけでもなく、ずっとその家にいる男の人を見つめ続ける女。きっと昔その家に住んでいた男を好きになった女の霊に違いないわ。家主もかわいそうに、怖くて外にも出られないそうよ。こんなところで甘いものなんか食べてる場合じゃないですよ、隊長さん。幽霊騒ぎですよ、幽霊騒ぎ。これは正義の味方の名時間としては解決しなければならない問題では。それじゃ行きましょう、善は急げってね。ほら立って立って、あの人たちに詳しい話を聞きに行きましょう。